皆さんこんにちは。今日は皆さんを次なる太陽系天体への旅にご招待いたします。もし皆さんが太陽系で最も得意な衛星の一つだと思われるイオの表面を歩こうとしたら何が起こるでしょうか。またこの天体で特別な保護用品なしに5秒間耐えることはできるのでしょうか。トップランキングへようこそ。今回のテーマについて詳しく見ていきましょう。それでは行きますよ。火山の地獄。イオは木星が持つ最も巨大な4つの衛星の中でも木星に一番近い位置にあります。なお、これらの4つの衛星はガリレオ衛星という名でも知られています。公転周期は2日間より少し短く、当然同期自転と呼ばれる状態にあり、木星に対して常に同じ面を向けて回転しています。ガリレオ衛星の中でイオの大きさはエウロパより少し大きく、質量もはるかに大きいものの、カリストやガニメデには遠く及びません。ですが無論、こういった事柄には大した関心は集まりません。イオが有名なのは、先ほど述べたような事実によるものではなく、太陽系で最も活発な火山活動が見られる衛星であり、その火山の活発さが太陽系で唯一地球に匹敵し得るとされているためなのです。イオの表面積は南北アメリカ大陸と同程度ですが、その地表は400以上の活火山で占められています。ちなみに地球上に存在する土地、陸地部分の広さはイオに比べて4倍ほど広いのに、活火山は900しかない上、今噴火している火山の数は約50。それなのにイオでは約100の火山が噴火しています。地球において火山活動が活発な理由は明白です。地球は十分に大きく、そして重く、内部はまだ熱されており、プレートが動き続けているのですから。しかし、イオは質量が何十倍も小さいので、随分前におとなしくなり、内部は冷えているのが妥当です。ではなぜ、イオはまだ静まっていないのでしょうか。もちろん、その鍵を握っているのは木星です。木星の重力は、絶えずイオの内部をかき回し、攪拌して、文字通り、衛星全体をしきりにひっくり返し続けているのです。イオの表面全体には数多くの山脈、巨大な亀裂、そして溶岩の湖が広がっており、その中には固まった硫黄の小島があります。この硫黄のおかげでイオは簡単に見分けられるような黄色に色づいており、一度イオの写真を見れば他のどんな天体とも見間違えることはないでしょう。加えてその表面はとても新しい物質でできています。新たな噴火が起こるたびに新たな地形の起伏が表面に生まれているのです。イオにある山のほぼすべてにははっきりとした浸食の跡が見られます。溶岩流による浸食のほか、地震や地滑りによる破壊が行われているのです。要するに、この衛星は荒々しい場所ではあるものの、非常に興味深く、来たる私たちの全面的な宇宙進出時代に役立つような鉱物が豊かに存在すると思われるのです。では、イオがどのようなものか分かったところで、その地表を歩くことはできるのか、また、もし歩いたらどうなってしまうのか考えてみましょう。危険な散歩。私たちはイオの表面がどんなものかいろいろと語ってきました。ここはまさに溶岩流と硫黄の湖がある火山地獄。実際、もし研究ステーションや私たちにとって役に立つ鉱物を取るための鉱工のような長期的に存続する建造物を建てるなら、絶えず起こる激しい地質学的変動を考慮しておく必要があるでしょう。言い換えれば、あらかじめ建物の耐震性や耐熱性に配慮しなければ、おそらくこういった建物はすぐに破壊されてしまうだろうということです。しかし、何の防御もせずイオに上陸しようとした人間にとって最も危険なのは火山などではありません。結局、火山が突如噴火することはないのです。着陸するには私たちが求める時には噴火が起きないような静かな場所を選べば良いだけでしょう。第一に、イオは常時安定した大気がありません。火山が2、3回イオを出し続けており、これがかすかに知覚できる程度の M でイオの表面を包み、
なおかつ絶えず宇宙空間へと揮発しているのです。このガスはマッチが燃えるような鋭い匂いを発しており、極めて強い毒性を持ちます。その中毒症状には、呼吸困難や嘔吐、嚥下障害、咳といったものが挙げられます。とはいえ、正確性を保証するためにお伝えしておくと、イオにいる時にはこのガスを実際に吸い込めるわけではありません。この衛星では気圧があまりに低いのです。地球の何倍も低く、ガスは肺胞を通って血液に入り込むことができません。しかし、それでも2、3回硫黄が皮膚や粘膜に触れれば傷ができてしまいます。でも、硫黄で皆さんを待ち受けている最も深刻なものは放射線です。問題は木星にあります。木星には信じられないほど強力な磁場があり、その力は地球よりはるかに強大です。この磁場は木星を太陽風の荷電粒子から守ってくれますが、荷電粒子は磁場に捕まると、いわゆる放射線帯に集まります。磁場の力が非常に強いことから、木星の放射線帯は地球のものよりもはるかに広く大きく、そして危険です。また、本日のヒロインである衛星イオは、ちょうどこの放射線帯の一つに位置しています。ここでは、1日に36グレイに相当する放射線が降り注ぎます。これは重篤な放射線障害を引き起こすには十分な量であり、人間が耐えることは不可能でしょう。5秒なら、おそらく放射線量は致命的とまではいかないでしょうが、いずれにしろ、健康へのメリットなどありません。これほど多くの火山があることを考えれば、イオは暑いに違いないと思われるかもしれません。しかし、実際にはそうではないのです。この衛星は、あまり太陽光を受けない上、太陽からの熱を表面に留めたり、噴火の熱を消散させたりするのに十分な大気がありません。そのため、イオは非常に寒く、平均気温は110ケルビン、摂氏約マイナス163度なのです。イオにおける放射線と超低温の危険性は、通常の大気を持たない他の天体での5秒間に関する動画でお話しした真空状態の危険性と重なります。イオに何の防御もなく降り立てば、目の表面などの粘膜が瞬時に乾燥してしまいます。これらはすべて障害になりうる深刻な怪我を引き起こす可能性をはらんでいます。そのためこのイオでは、水星にいる時と同様、安全上の規則を頭に入れておくことが重要です。宇宙船を降りる前には、気圧の急激な低下で膨張する空気によって、肺やその他胸腔の器官が内部から傷つかないよう、可能な限り目をしっかり閉じ、強く息を吐きます。つまり、もし皆さんが防具を持たずにイオに行けば、5秒は生きられるでしょうが、この宇宙旅行の後には、リハビリテーションが必要になってしまうのです。しかし、宇宙服、それも可能なら、放射線から身を守る力を持つものをきちんと準備しておけば、皆さんがこの衛星で過ごせる時間ははるかに長くなり、それだけでも全てはずっと単純で興味深くなるでしょう。当然、特殊な防具を着用していても、火山が活発な衛星を歩くには、一定の安全上の規則は守られるべきです。第一に、溶岩の川や湖に近づきすぎてはいけません。灼熱した硫黄やその他の化合物を吐きかけるように浴びせられたら嫌な思いをすることになりますよ。硫黄はたちまち宇宙服を焦がし、続いて気密性が低下して重傷を負うことになるのです。全体を通して言えるのは、硫黄が実に人を寄せつけない場所だということです。黄色い荒野、火山により宇宙空間へ何百キロメートルも吹き上げられる羽飾りのようなガスと溶岩。そして永遠の真っ黒な空に浮かぶ木星の巨大な円盤。このようにこの天体は非常に美しく見えるかもしれません。しかしここで皆さんを待ち受ける危険は、仮にあらかじめその危険について知らされており、しっかりと防御して立ち向かったとしても、かなり大きな試練になりうるでしょう。未来学者たちはしばしば宇宙旅行の発展に関する見通しについて語っており、今から100年ほどで休暇に火星へ行けるようになるだろうと確信しています。とは言ったものの、誰かがイオに行ってみようとしたとしても、ここが人気の旅行先になることはおそらくないでしょう。イオは木星やその放射線帯の動きを研究する上で便利な場所にあります。また、様々な珍しい地質学的現象を研究したり、
すでにお話しした通り、役に立つ鉱物を採取したりすることも可能です。しかしながら、これ以上のものは何もありません。さて、もう一度思い出しておきましょう。宇宙服がないなら、決して宇宙に行ってはいけません。また、こういった宇宙服を着ることなく、他の惑星や遠い衛星の表面を歩くこともやめましょう。さもなくば、その散歩が皆さんの人生において最後の散歩になるかもしれません。また、非常に過酷な地球外の環境から身を守る防具を常に身につけてください。そして、今回ももちろん、この動画を気に入っていただけたなら、グッドボタンと SNS でのシェアをお忘れなく。皆さん、ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。